群馬の上部道路あるじゃん。17号のバイパスね。あれさ、全部4車線になるんでしょ？もちろんですよ。てか、もうなってる感じ？いや、まだもうちょいかかるかな。2車線の場所、混むよね。上部は全長40キロあるんだけど、そのうち7割はすでに4車線になってます。おー、だいぶ進んでるのね。そして現在、2車線の場所は3カ所。群馬県内だと2カ所ですか。このうち50号のところ、今井町から富田町までは、2023年度内に完成予定。ってことは、あと1つだけですな。そう、この上細井町から田口町の区間が超重要。え？なんで？新しい道の駅、前橋赤城があるのだ。あー、なるほど。大丈夫なん？大丈夫じゃないですよ。わぁ、あっさりと言うね。休日はなかなかの渋滞ですな。まあ、そうでしょうね。でも、4車線になることは分かってるし、今はうまく避ければ OK。 で、結局いつになりそうなん？全4車線か。調べても分からなかったけど、すぐなるっしょ。また適当なことを。焦らず待とうぜ。というか、その先の道も4車線にしてほしい。おっと、分からなくもない。